マリあ、やだマリアリーカー、この後マリアのとこも行こうと思ったのよ。ありがとう。はあ、病院は暇ね。特に私なんか切迫早産で絶対安静だから動き回ることもできないし、ボブさんも仕事忙しいからすぐ帰っちゃうし、はあ、今度ボブさん来たら本買ってきてもらおう。あ、はい、こんにちは、バビさん。あら、マリアちゃん、久しぶりね。そういえば、リカからマリアちゃんがこの病院に入院してるっていうのを聞いたわ。大丈夫？心臓の病気だったみたいよね。手術は成功して大丈夫っていうのはリカから聞いたんだけど。ええ、手術は成功してだいぶ良くなったんですけど、病院の中は歩き回れても外出はまだ禁止で、でも少しずつ良くなってます。早く外に出たいですけどね。そうよね、私も早く動き回りたいけどこの体じゃね。バビさんも大変でしたね。でも大丈夫なんですよね。なんとかね。まあでもこのまま静かにしてれば無事に赤ちゃん産めそうだけど、まだ出産準備もしてないから一度家に帰りたいわ。そうですね、リカからバービーさんが入院してるって聞いたから、私暇すぎて早くバービーさんに会いたくって。話し相手がいないとつまんないですもんね。そうよね、私も話し相手がいなかったからマリアちゃんがいてくれて嬉しいわ。どう？最近は。やっと好きな人ができて付き合ってくれって言われたんですけど、母親に反対されてて、年が離れてるからダメって、まだ早いって。そうなのね、若い頃はいろいろ経験した方がいいのよ。お母さんもマリアちゃんのためを思って言ってるのかもしれないけど、どうにか賛成してくれるといいけど。あ、はい、バービー。あ、やだマリア、リーカー、この後マリアのとこも行こうと思ったのよ。ありがとう、やっとバービーと会えたのね。そう、私もやっと病院を歩き回れるようになったからバービーさんに会えたわ。話し相手ができてほんとよかった。そうね、バービーどう？相変わらずこんな感じよ。まあでもマリアちゃんが来てくれてほんと嬉しかったわ。あー、私、薬の時間だ。病室戻らないと。バービーさん、また来ますね。リカ、後で病室待ってる。うん、わかったよ。じゃあね。バービーさん、また。よかった。バービーとマリア、仲良くなって。何かマリア言ってた？言ってたわ。好きな人ができて付き合うことができそうなんだけど、母親に反対されてるって。ねえ、私さ今こうやって暇じゃない？何かマリアちゃんにできることないかしら。お母さんと会
ってみたいわ。あー、バービーが話してくれたらマリアのお母さんももしかしたら許してくれるかもしれない。あ、こういうのはどう？バービーがマリアにお見舞いの果物か何かを送って、それでお母さんがお礼に来るっていう形、その時に話してみるのはどう？それいいわね。リカ、お願いできる？あー、なんかずっと暇だったから、そういうことができるってなると途端に楽しくなってきたわ。じゃあマリアに渡しておくね。マリアにもこっそり言っとくから。じゃあまた来るね。あ、リカね。はーい。マリア、いい情報よ。バービーがね、お母さん説得してくれるって。バービーならなんかうまくいきそうな気がするのよね。え？本当？ああ、お見舞いのお礼にママをバービーさんのところに行かせればいいのね。わかった。うまくいくといいけど。あ、あら、リカちゃん、また来てくれたのね。はい、いつもありがとう。いえ、そういえばママ、え？リカのね、お友達のバービーさんがお見舞いをくれたの。あら、そう。ありがとう、リカちゃん。いえいえ、バービーって言う子が今妊娠中で、同じ病院に入院してるんです。その子からのお見舞いです。あら、じゃあちょっとお礼言わないとね。リカちゃん、案内してもらえる？はい、じゃあ行ってくるね。ここです。そう、ありがとう。じゃあリカちゃん、ありがとね。はい、じゃあ失礼します。バービー、頑張って。もう私は帰らないと。はい、こんにちは。はじめまして、マリアの母です。お見舞いいただいたみたいでありがとうございます。いいえいいえ、私リカと仲良くって、リカのお友達のマリアちゃんがこの病室に来てくれたんです。で、私切迫早産で動けない体なので、マリアちゃんが来てくれて話し相手になってとっても嬉しかったんですよ。そうですか。なのでお近づきの印にと思いまして、ありがとうございます。で、ちょっと気になったんですけど、マリアちゃん何か元気がないようで、付き合いたい人がいるって言ってたけど、お母さん反対されてるとか。あ、歳も離れてますし、まだ付き合うだなんて、お母さん、今の子なんて付き合うのは早いですよ。マリアちゃんが好きな人だったら認めてあげるっていうのもいいと思いますけど、もしそういう楽しみがあったりすると、マリアちゃんの病気も早く良くなると思いますけどね。あー、そうですね。ごめんなさい、
初めて会ったのにこんなことばっかり言って。いいえいいえ、私も言い過ぎたかなとは思ったんですけど、なかなか他の方にそう言ってもらえてよかったです。それならよかった。ちょっと前向きに考えてみますね。うん、マリアちゃんのためにもその方がいいと思います。じゃあまたマリアこちらに伺うと思いますが、よろしくお願いします。いいえ、こちらこそよろしくお願いします。失礼いたします。なんだかうまくいった感じよね。あ、電話だ。もしもし、マリア、どうだった？あ、リカ、ねえ、ダービーさんがね、言ってくれたおかげで、ママが、翔くんと付き合っていいって。本当？さすがダービーね。よかった。うん、また、病院来た時に、ゆっくり話すね。ありがとう、リカ。また明日行くね。わかった、じゃあね。よかった、これでマリアと翔くん堂々と付き合えるわね。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。なぞなぞいくよ。天気のいい日にポポポをするよ。何をするかな？動画クイズだよ。マリアがバービーにもらったお見舞いは何だったかな？わかったらコメント欄にコメントしてね。チャンネル登録はこちらからでも登録できるよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。